そういえばブレイキングダウン の, オーディション11今回あったと思うんですけど、もう撮影で終わりましたよね。あー、そうっすね、一応終わったんだっけ。あー、終わったな。あー、撮りました。どうでした今回、雰囲気とかその場の会場のその流れだったりとかは。まあ俺は今回ね、その特別企画というか、ブレイキングダウンないんで、米尾さんとかやった、はいはい、米尾の部屋とかさあったの覚えてる。そのなんか別部屋用意してもらって、そこからモニタリングみたいな、モニタリングで呼び出して、でなんかひたすら文句言わせて、はい、で実際に呼び出して引っ張るみたいな、はいはいはい、そういう企画やったんですよ。で、それのなんか住人2期バージョン、はい、住人2期の部屋みたいなやりますみたいな言われて、うんうん、あーめっちゃいいねと思って。じゃあもう今回はその米尾さんともう同じ、まあ、画角っていうか同じ状態でもう撮ったってことですかね。そうそうそう、なんか俺と選ばれたのが、はい、俺と虎之助くんと、はい、あとレオ、あ、はいはいはい、の3人が選ばれて、はい、で異色のメンバー、いやもう関わりないじゃないですかほぼほぼ、うん、異色のメンバーなんですけどやっぱびっくりしたね、マジで。2人何歳だと思う？レオさんはあれですよね、19歳。どっちも19歳らしい。でいや結構気合入ってて俺もちょっと怖かったんだよ、ね、3人で座って並んでたんだけど。いや25歳がビビんないでくださいよ。いやいやいや、でもまあいい子だよみんな、うんうん、ああかっこいいし、でまあなんか結構レオくんがね、やっぱ今回も、はい、結構取れ高あって、はい、めちゃめちゃね暴れてたね。やっぱ米尾さんになんか次ぐ何かを感じますね本当に。でもどうですか、住人2期さんもまあ出ればなんか絡まれそうなイメージはあるんですけど。ね、ちなみに俺はマジでやばかった。どういう感じで？流れ的にはまあなんか 4,5 人ぐらいこうピックアップされたんだけど、はい、で俺が別部屋でさこう映像見てるわけじゃん、はい、で1人目来たのが確かウリタさんなの。ウリタさん、ウリタさんのモノマネしてる人。あ、ウリタさんのびっくりした、はい、今ウリタさんが来たのかと思いますよ。絶妙に似てて、はい、墨はマジックペンでこう書いてる、マッキーか何かしらで。そうそうそう、でうわウリタさん似てると思って、でそしたらまあ、その人が去った後に次2人目、はい、はい、パン中村さん、あれですよね、バンさんのモノマネしてる人が来て、はい、あでも来たんですね。マジで来た。で赤色のスーツ着て、でめちゃめちゃガタイ良くて、うん、スーツがムチムチで俺よりでけえのよスーツムチムチので、マジで寝て、マジで似てた。3人目がなんと塗り棒。それはご本人ですか？ご本人です。なんで、なんで？いや塗り棒がなんか3人目で来て、はい、おマジかと思って、ここで来るかって思って、ね塗り棒来て、でその時点でウリタさん、バンさん、塗り棒って、あ何これ俺の回ってどういう回なのと思って、完全にエンタメ回じゃんと思って、うんうんうん、あどういう感じなんだろうと思って、でもあと残り何人かまだ残ってますみたいな話されて、はい、次に来たのがチョンツーエさん。それもご本人様で、次に来たのはチョンツーエさんで本人ですね。
結構あのチョン・ツーエさんのイメージが結構強い方っていうか、めちゃめちゃ強いのがありましたけど、そのチョン・ツーエさんはなんで今回その12人気さんと。いやだからそこで俺マジであのすごいそのなんつうのかな、あそういうことかって思ったわけよ、はい、要はだから今までさあの塗り申し訳ないけどあの塗り棒まではエンタメだったわけじゃん、はい、モノマネ2人と塗り棒でエンタメだったわけじゃん、うんうん、でそこでさいきなりチョンさんが来たってことはさあそういうことなんだと思わない、どういうことかっつうとさ俺はもうさエンタメを卒業してるわけじゃん、はい、あのもう今まではさ青汁王子とかに負けてさ、はい、負けて負けてみたいな状態だったけどもう練習してさもう勝っちゃったりしてるわけじゃん、はい、だから徐々にエンタメ界から抜けていってるわけなんだけど、要はそこでさチョンさんと組めってことなのかなって俺は思ったわけ。ああもう強制的にっていうよりかはもうその枠じゃなく、だって俺がさね俺がさウリタモノマネウリタさんのモノマネしてる人とかさあのパンさんとさあの人たちボクシング、あ何あの人たちって格闘技歴ないみたいな。そうですね、パンさんからお話いくらかは格闘技歴はないみたいで、俺がその人を選んだらさダサくね普通に。で俺なんならだってもう半年ぐらいは格闘技やってるわけで、その素人をさまあやろうはどうなのっていう話、そう考えてしまうとちょっとそっちは選びづらいです。そうだからあまあごめんね戻るんだけど、そのチョンさんなのかなって、うんうんうん、うっすら感づいたわけよ。お前俺さ冷や汗かいたよマジで、嘘でしょって思って、俺チョンさんと試合組まねえといけねえよと思って、いやいや待て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 よと思って、いや、過去彼が戦ったの誰だっけと思い返してみたらジョリーさんとか、うん、そういう人たちと対等に戦ってるから、いやいや冗談じゃねえと思って、で、まあ、一応あの対面してやったんだけど、あのマジでポケットからナイフ乱闘したわけよ、はいはいはい、乱闘したら、ね、こうやってこうナイフ出されてこうやってうわーみたいな、いやめちゃめちゃ怖いじゃないですか、マジでビビって、でお会場もみんなヒヤッとして、はい、あのシャカシャカだったナイフが、あーあのおもちゃのおもちゃの、ああでも最初出されてマジで本物だガチの顔でこう近づいてくるから、はい、怖かったね、あれあれはビビった。まあそんな感じで、で最後にこれさ終わりだと思うじゃん、はい、で最後あのもう一人だけ用意してますみたいな、はいはいはい、話をされてシークレットで、シークレットシークレットで来たわけですよ、はい、斉藤くんの次に、はい、もうだって試合決まってんのになんで俺がまた次の面談をしないといけないのって思ったんだけど、多分分かんないと思うけど沿線井上さんっていう、はい、いや俺もその時初めて知ったんだけど、バカごっつい、はいはいはい、バカごっつくてマジで岩体がもうボディービルダーとかそういうのではなく、そういうっていうか、いや格闘家らしいんだけど、はいはい、マジであれはやべえ、もう吹っ飛ばされてで、まあ、動画見れば分かるんだけどマジで乱闘して吹っ飛ばされて、はい、こうなんかチョンって押されたわけよ、はい、押されてもうめっちゃ吹っ飛んで、はい、で何軽くビンタされたり腹パン食らったり踏みつけられたりしたんだけど、はい、ねやばいっすよ、なんか最後の最後すごい方出られましたね。ああ冗談じゃねえと思って本当怖かった。あのチョンさんのナイフもなかなか怖かったけど、チョンさんと比べたらどっちが上でした？いやどっちもやばかったねチョンさん、いやエンセンさんの方やばかったかな、でも同等から俺マジで肝冷えたもん、うん、俺クソ怖かったわ、ああ昔思い出したもんあの時、うんうん、結構ピリピリしてたもんね。だからいやまあ詳しくはちょっと動画というかオーディション見てほしいんだけど、うんうん、
マジでやばかった。で俺ほとんどあの地下室で撮影だったから、はい、あの上のさいつもの通常のオーディションの様子っていうのが俺あの分かんなくて見てないから、もう基本的にはその撮影の時間はもう基本下で、もうずっともう地下室で撮影してたから一日中ね。だから上のオーディションの状況とか俺全く把握してなくて、だから、うん、あーどういう感じなんだろうって俺もその公開されるまで分かんないんで、じゃあそれはあの後ほど動画でチェックしながらで、そうっす。だから自分の部分も今回マジで撮れたか本当に全然4とか5とかあの俺がまだねあのビンビンしてた時に、はい、あの時に匹敵するんじゃないかっていうぐらい撮れ高あったんで、しかも元旦から放送でしょ、はい、結構盛り上がってる世の中もね休みで盛り上がってる中で、はい、放送されるから結構マジで楽しみですね。そうですね、まあ自分も動画見させていただいてどういう風になったのかっていうのも最終的に見させていただければと思うんで、まあね今ちょっといろいろとお話はさせていただいたんですけど、うん、あのちょっと一つご報告がありまして、まあ、前回ちょっと動画でもちょろっとお話ししたかと思うんですけど、うん、過去にそのブレイキングダウンやる前にバイトをしてたっていう話とかしたじゃないですか。ああバイトね、はい、何店舗かでちょっと今回いろいろ思いついたものがあったんですけども、うん、まあ、ブレイキングダウンで有名にもなってきてで、まあ、ちょっとね今回負けてしまったっていうのもあるんですけど、まあ、ちょっと気を引き締めるために職場体験をちょっとやっていただこうかと思いますので。職場体験、はい、結構今までのいただけるその案件として一日店長でしたり、まあバーの一日店長とかいろいろいただいたことあるんですけども、そういった観点ではなくあくまでも働く側スタッフとしてちょっと職場体験を行っていただければなっていうちょっと案件のアポをもうこちらで取らせていただいて、もう OK いただいているので。え、もうアポ取った？あ、もうアポ取って今度やっていただくので、もう日付も決まっているので。いや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 、やんねえよ。いや、やっていただきます。いやいや、だっていやおかしいでしょ、職場体験って。だって何の職場体験？まあそうですね、飲食店になります。いや俺だってさアルバイトしてきたけど、はい、どれも長く続かねえよ。最短で俺3時間半で店長と揉めて辞めてきた。まあちょっとそういう話はちょろちょろは聞いてましたけど、まあ今回はちょっと1日だけまあちょっとスタッフとして教えていただきながら、まあ何か学べるものがあればっていう初心のちょっと気持ちを取り戻すための。いいやだやだやだ、やりたくない。もうやりたくないと言ってももう案件としてアポを取ってるので。いやいや、だってやっていただきます。だって接客やりたくねえもん。だってね、頭下げたくねえからこの業界いるわけで。頭下げたくないっていうのは頭下げたくねえっつうかさそのバイト時代は一番下っ端なわけじゃん。はい、ね、俺も時給800円、750円か750円でさ、はい、やってたけど、なんだっけ、スーパーとかね、たこ焼き屋とかさ釣り具屋とかさやってたよ、寿司屋とか、はい、ね、中華鍋バイト初日にさいきなり熱々の中華鍋握らされて、そこでお前今から焼きそば作ってみろって言われて、はい、でね、焼きそば作ってたら取っ手がさ、フライパンの取っ手がさ熱くて、中華鍋、いや熱いですよあれ、熱くてフライパンが触れねえわけよ。はい、それで怒られて、お前こんなんじゃ仕事にならねえって言われて、いやいやいや、お前さ今俺さっき着替えて今キッチンに入ってきた若手にいきなり中華鍋振らしやがってって俺話になってんのよ。はい、思わない？いやでもそれはちょっとあれですね、ないですね。でいきなり握らされて怒られてさ3時間半で辞めてきたりとか、はい、あとはね、どこらかのスーパーでさ接客態度が悪いだとかさ、はい、目つきが悪いだとかありましたね、文句言われてさで俺いらっしゃいませとか一回も言ったことないね俺。
いやそれ人生で常識考えればあの言えないとやばいです。いやマジで、あのいろんな お店でバイトしてきたけど、いらっしゃいませって俺人生で一回も言ったことないのよ。バイトで一回も一言も言ったことない、俺マジで。お客さん通ってもうっすうっすお疲れみたいないやマジでこれ本当なんだけど。じゃああれですね、なおさら、じゃあ今回ちょっと職場体験もアポはもう取れて日付も決まっておりますので。いやだってやだ、だってまあ今回のことを言うのであれば、今回あなたに拒否権はございません。はい、今回お話しさせていただいているので。え、どこでやるの、ちなみに場所。一応今回場所がね、大阪になります。あ、大阪、あ、はい、事務所の。そうですね、事務所の近くで。あ、え、俺何揉めるかもしんないよマジで。あの揉めそうになった場合は、あの自分が間に入りますので。うん、いや分かんないし、どこぞの誰だか知らないし。やだ、皿洗いとか俺したくないもん。冷たいし寒いし、この時期は特にそうだ。まあでも今回ちょっと職場体験を行って、またちょっと気持ちも変わるかもしれないので、まあ今回もいい経験として何か見つけられればなと思ったので、まあ、もう今回アポも取らせていただいて、でもうセッティングはもうこちらで準備してますので。まあいいけど、俺マジで揉めるかもしんないよ店員。あの揉めそうになればもう自分があの肉壁になって間に入るので、あ、はい、その際はあの自分が犠牲になりますので、はい、大丈夫です。途中で帰るかもしんないし、あの途中、そこは大丈夫。途中で帰った場合はあの何が何でもあのしがみついてあの止めますんで。分かった、まあとりあえず OK、 いいわ。じゃあちょっとその当日の職場体験の案件ではよろしくお願いします。 OK、 じゃあお疲れ様でした。